どうもデジャブ編集部イケンジンと同じくデジャブ編集部のチリロです。さあというわけでチリちゃん、ここはどこですかと。はい、やってまいりました。どこですかと。俺たちもう裏で分かるんじゃないですか、分かる人は。音もちょっと陽気ですよ。はい、こういう感じの、はい、ハイッサイ。はい、ありがとうございます。はい、ペンソーレということで、ペンソーレ今回はですね、トマイレノリノイの慰安旅行ゲットドーに来ちゃいました。その名も、沖縄男気ツアーやったやったやったおいこーおいありがとうございます。というわけで今回私たちが慰安旅行の場に選んだのは沖縄と。はい、やってまいりました。なぜならば、うん、沖縄といえば日本代表するパワースポットがいっぱいあると、うん、なるほど。はい、私たちに足んなかったのは立ち回り良かったと思うんですよ。店の癖を読んだり、はい、あとはもうパワーだと思うんですよ。一番重要一番重要なやつ、ここが足んねんじゃないかということで、はい、沖縄のですねパワースポット、はい、巡ってそのパワーを吸収して、もしスタートシーズンになったらですよ、うん、それに備えようかなと。なるほど、そういう感じの慰安旅行になっております。はい、楽しみましょう。ただしかし決まっているのが、はい、2泊3日時間が2泊3日、はい、以上何も決まっておりませんとりあえず言っておきます。はい、初日は雨降ってます今。はい、本当はもっとですねもう南国風なとこ撮りたかったんですけど、それちょっと大雨なんで。ちなみにあれですよ、明日も明後日も予報雨ですよ。一応洪水確率がですね、3日とも 90% だから。沖縄来たのに意味ないじゃないかっていうというわけでオープニングも室内からお送りしておりますと。はい、なのでとりあえず1000マイルに使って、はい、泊まるとこは確保してきました。あ、もうすでに、はい、仕事早いな。でもそこ行って考えよう、はい、もうそうそう、あのもう雨なんで。そうそうそう、だから外行ってもしょうがないし、はい、これ予想以上に人多いし、はい、とりあえず一回逃げ込んで、はい、そこから考えましょう。そうですね、はい、ちょっともう行きましょうで、はい、さあというわけで本日1泊目のホテルに早速ですが移動させていただきますと。はい、果たして私現人とチレミトは無事パワーをいただけるんでしょうかと。はい、楽しませてください。もう一個目標ある。何なんすか、なんすか。沖縄の正月をちょっと経験して、あ、まあどうせこういう時期に来たんだ、来たんだから、はい、その2つ俺の個人的な目標ね、はい、前回で言うそのマルトマ食堂みたいな、あ、北海道行ってもらった時の沖縄の正月の料理が食べないです。なるほど、はい、それをもう一つ裏の目標にしたいと思います。はい、よろしいですか。かしこまりました。さあじゃあ沖縄の正月の料理を食べてパワーを吸収できるか。ちりちゃん、はい、最後にいつものトモエモノマネで締めてください。トモエモノマネ。はい、ということで今回2泊3日のトモエでノリノリ in 沖縄、これ今のオーバーな感じでやったんですけど、行きましょうか。もう雨もすごいですし。なんかこういう感じの技の名前に近いやつ。ああ、ここのモデルだ。なるほど。ああそういうことですね。俗に言うもう、ブリジャーホテルです。いや、すごい。リゾートホテルの方、今日、はい、キリちゃんのために、ゴルタのために撮らせていただきました。マジか、すごい。想像ですが、沖縄っぽい格好、持ってきましたか、言った通り。まあまあまあ、夏。お、想像以上暑いね。暑いです、蒸してます、やっぱり。さあ、というわけで、キリちゃん、はい、早速、着替えちゃいましょう。はい、せーの、ほい。はい、あれ久々に一気に短パン、あれじいちゃんも短パン、一応短パンで、うん、裏はまかってますけど、靴もちょっとね、夏っぽい感じしてみました。サンダル一緒に迷ったんだけど、サンダル雨、まあちょっとそうね、今そうよね、雨だからね、舐めなくてもいいでしょう。とりあえず近場歩いていくか。いい、ちょっと見つつ、じゃあ続いてきます。楽しくなった、よいしょ。さあ、というわけでじいちゃん、沖縄の夜、初夜ですけど、初夜、はい、一応ツイッターでですね、皆様にご意見聞いたらですね、はい、このこちら、何でしたっけ、ぼんじり屋さん、これは沖縄ではですね、安くてもうベロベロになれますと。はい、なんせ今頼んだこのビール、1杯100円、何杯飲んでも、1杯だけで、何杯、しかも見てください、
青森飲み放題600円。いやー、ただね、馬乗りの蛇口から青森が出る。とんでもねえとかに迷い込んだ。まあ、すげえ。素晴らしい、とりあえず。初夜に乾杯。来ちゃいましたね。これ本当にやべえですか。やべえ、うまい。キンキンじゃないですか。いやだから、せっかくいろんな人が教えてもらったし、ツイッターでこれだし、呼んじゃえばいいんだよ。それで、ついでにその、明日からさ、探さなきゃいけないパワースポットの情報とかを、まあ、現地の方に、今日現地の方から収集すれば素晴らしいじゃん。頭いい、一石二鳥。頭いい、そのままの伝票投げちゃってもいいし。それはちょっと肩とかもんで、いや、そこは男気じゃんけんなんだよ。行きましょう。はい、さあ、というわけで本日、初日は、まあ、飲みながら、はい、現地の人とですね、ワイワイキャッキャ情報収集できたらなと思っております。はい、いいじゃん。はい、早速呼びましょう。いいですか。はい、じゃあ送ります。そしたらもう3人で飲むしかないです。お疲れ様でーす。おはようございます。おはようございます。ツイッターを見てくれた方ですね。はい、ツイッターを見てくれた方ですね。ツイッターを見てくれた方ですね。ありがとうございます。もちろん沖縄の方ですね。沖縄の方です。はい、すげえ。なんて言えばいいですか、乾杯は。乾杯だけど、沖縄では花々っぽい。本当に本当に確かそうだった気がする。本当に沖縄の方ですか。沖縄の方はなはなっていいっすね。すげえ。あ、また一人増えたっぽいよ。またまた。あら、どうも。はい、これまた、これまたザ・沖縄っていう。一人ですか。一人です。こっちらも。さあ、それではわざわざありがとうございました。ありがとうございます。あの、お二人も来てくれた。あ、はじめまして。こうやってなんか出会いがあればいい。そうだな。まだどうせ、なんてホールで会うかもしれないでしょ。実は終わってるかも。会ってるかも。あ、増えた、また二人。3人で来たの。あの、沖縄のヒゲ連れてきたんで。ヒゲだけのためっぽい。ヒゲだけのため連れてきたんで。超ソートスムーツですか。乾杯。これもうさ、青森飲めるから800円つけないよ。真っ白になったから飲めるね。飲めるか。そうしよう、そうしよう。ボトルで入れた方が。あともらったのがあるから。これは出したら。これは出したら。沖縄そばソースは。で、ここ食うときにはみんなおすすめ。宜野湾だったら海地下食堂っていうところの。名前がいい、海地下食堂。タコライス、キングタコつるさん。キング、キング、キンタコ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 行った方がいいでしょ。これ明日何人でパワースポット行けるんですかね。3桁、6桁でしょ。いや、俺出しますわ。はい、俺出すわ。はい、じゃあ始めますよ。簡単にしか払えへんからな。はい、払えんか。何人殺しや。どうぞ握手しろ。待て待て、知らんぞ。待て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 。あれ、みんな本番正直、ビックリする金額になってるぞ。出したいっす。出したいっす。出したい。出したいっす。しょうがない。出したくしょうがない。いきます、はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、そうだよ。最初はグー、じゃんけんぽい。えい、俺チョキしか出してないんだけどな。出してるけどな。最初はなんでバラすんだよ。最初はグー、じゃんけんぽい。ダメ
んじゃねえんかい。なんだこれ。すごい。くそいやー、みんな楽しんだぞ。めんどくさ。沖縄の初日、楽しい夜になりました。明日のスケジュール、パンパンでございます。朝5時からでございますんで、今日はこの辺でお開きでございます。おやすみー。映したけど、映したけど、まとめやがって、綺麗にうまいんだよ。やっぱ、ひでちゃんうまい。おやすみなさい。5時8分よし、いた。いましたよ、もう5時。おはようございます。よし、じゃあ部屋戻りますか。いや、もう合流したんだよ。じゃあ気をつけて。今からマンコ行くんですよ。すごい響き。俺も言いまして、どこ行きますか。よし、じゃあバンコ行こう。あれね、あれね。あ、あったあった。見てください、これ。これです、これです。ほらほら。あ、ある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 。ローマ字で、ローマ字で書いてある。朝5時からバンコー。ありがとうございます。さあ、到着しました。見てください。バンコ。ありがとうございます。ラムサール条約登録失地。小さい住人たちを守る。バンコの小さい住人たち。僕らも今日バンコの小さい住人にこれからなるわけですね。育む、はい、守り育む、はい、まさに命の、まさに育む、まさにぷっくり命のゆりかご。はい、わかりました。というわけで早速パワースポットバンコの方行きたいと思います。行きましょう。さあ、というわけで今回の旅の目的の一つであるパワースポット到着いたしました。はい、早朝に来ましたよ。沖縄県那覇市ですか。那覇市、那覇市です。パワースポットかどうかはおのりが決めることでございますから。そういうことか。とりあえずは到着いたしました。はい、こちら沖縄に存在する、ちりちゃんどうぞ大きな声で。はい、こちらマッコー。今回は、北海道違って P は入りません。じゃあ湖ですから。ついに言えましたね。はい、よかった。ハゼもいっぱいいますよ。なんかピョンピョンしてます。跳ねてる。はい、すいませんね。さあ、というわけでこれで、もしサードシーズンありましたら、はい、勝てますわ。勝てると思いますよ。また来ましょう。しっとりしましょう。うん、鳥も野鳥もいっぱいいますわ。いい鳴き声するんですよ。そんな鳴き声を見習ったような打ち方しましょう。どういうこと？朝だから後も回ってない。目的の一つ達成です。パワースポットのマンコゲットです。しっとり。今日もスケジュールたっぷり詰まってますから。すげーパンパンに詰めてました。パンパンに食えます。今日6食くらい食いますから。じゃあ、はい、さあ、というわけでまずは、ホテルに戻ってもう一回、準備して作戦会議です。あらーす、天気予報 90% 雨なんだよ。めっちゃ晴れてるわ。ちいちゃん、すげえ天気。降水確率 90% だ。すっげえ天気。沖縄だよ。これですか。もうね、あと一つ言っていいですか。え、あれどこで連れてってくれるんでしたっけ。え、大島に天ぷら食べに行きましょう。天ぷら行きましょう。天ぷら行きましょう。いい天気だと気分もいいね。やっぱりいいですね。確かに、まあ、やっぱ雨より晴れのがいいですね。沖縄はこう晴れてほしいよね。すげえ暮らしやすい気温だね。向こうだってクソ寒いぜ。今日は気持ちいいです。今年はでもやっぱ暑いですよ。やっぱ暑いんだ。だよね、これ絶対暑いよね。暑いですね。だって真冬でこの気温だと夏どうなのって話になっちゃうもんね。確かに。お、細道にもう入ってったぞ。いいね、なんか街並みも沖縄っぽくなってきたね。よりやっぱり島はすごいです、沖縄感が。いいな、楽しみっす。そういうとこ来てあったんだよね。じゃあもう天ぷら最高だ。天ぷら最高です、本当に。マジで晴れてよかった。すげえな、本当どこに私ともサトウキビ。そろそろ収穫時期だと思うんだよね。あ、今がすごいよ、もう全部サトウキビ結構入るんだろう。
左なんかまた全部ほら、これも前も全部ほら、ほら、前、全部右も左も片切り、もうこれ橋渡れば、これっす。え、これ越したら大島、これが大島です、ね。いや、もう島なの？これ橋の向こう大島です、ね。おお。うわお。マジかいいね。さあ嬉しい。だから、ね、せっかく沖縄に来たから、一個ぐらいその島みたいなとこ行きたかったんだよね。で、そこの天ぷらがうまいんですよ。ああ、そこ。さあというわけで、ゆうちゃん、来ました。こちらは大島です。大島。来ました、島に到着見てください、この海こんなですよ、そんなとこじゃないとこでもこんだけ水きれいと、これ入れる水温なんじゃねえの。あーどう、これマジで入れる。ちょ、もう入りたい。あー全然いける。てかこれ全然いける。マジで入りたい。さあ、とじるちいちゃん、はい、すっげえ足65円。ね、値段見えますか。はい、じゃあ、大人が飲むだけでいいですよ。何がおすすめですか。やっぱり、もずくとグルクマ食べてほしいですね。もずくとグルクマとイカ。グルクマ2時間ですか。全部もらいましょう。じゃあ、全部1個ずつ、全部1個ずつでちょっとずつ分けましょう。そうしましょう。終わりましょう。迷ったら全部取りますから。出しましょう。全部いくつください。俺出します。俺が出すよそれは。いや俺が出します。じゃあ俺が出します。ほら参加した。よし。全部いくつください。最初はグーじゃんけんぽ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 い。くそ。よっしゃ。最初。はい、揚げパン3種類あります。一番おすすめですね。黒糖かちゃん。黒糖。はい。最初はグーじゃんけんぽい。しゃ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃ。くそ。くそ。そうそうそう。ちょ、お料理に立ちなさい。はい。おぶたが出した。くそ。かっこいいな俺な。いや、おしろさん、これはもう安くすませんよ。チャンスなんて、そんなんでいいよ。お願いでもいいっすか。全部いってください。すんげえ量、すんげえ量だよ。多いな。こんだけあって1100円ですよ。揚げパンもあってすごいな。下にもずくとうずらもある。オッケー、食べましょう。うん、うん、うまいな。うまいうまいうまい。本当に今日いい感じの味がついてる。食感が来たね。うん、グルクンがうまい。インガラとアジのアイヌコみたいな感じ。ちょっとタラとアイヌコ、アイヌコみたいな食感はちょっとタラに近くて、グルクンだ。あとはじゃあアジもこれもうまいですよ、皮も。何も皮も水煮持って帰ってきた。どんな里芋的な感じ。里芋、里芋ですね、食べた感じは。ちょっと硬いです、里芋ちょっと硬い、甘いです。若干甘いんだ。甘い、めっちゃ甘い。これ面白い。これめっちゃ好きだ、多分。甘い、甘い。若干甘いよね。甘いですよ。はい、さあ、というわけでごちそうさまでした。どうも、美味しかった。美味しかったですよ。美味しかった。うん、いいね。徐々に沖縄に来てる実感が湧いてきたね。素晴らしい。素晴らしい。さあ、それでは島歩きながら入れそうなら海を行っちゃいましょうか。はい、どうも、海入った。行っちゃいましょう。行くよ。
いや、いいな、なんかのどかな、こう見てるの一番一緒だけ歩こう、内側の空気を見つけましょう。さあ、というわけで大島、ちいちゃん一周しましたが、見ての通り汗たくです汗たくですよ。寄らなくていいでしょう。もう海入りたい、俺入りたい。あと、ね、そういうと思って次のスケジュール組んでおります。そんな次どこですか。さあ、それでは次、次のパワースポットに移動です。はい、綺麗で、もうそんな変わんないじゃん。楽しみにしていてください。まあ楽しみにしてます。次の目的地は未来金井橋、行ってみましょう。はい、さあ、もうすぐ到着ということですか。橋にまず行くってことなんですかね。橋を通るんですかね、このまま通るんじゃないかな。海は見える。ついたって、これが未来金井橋。ついた、これが今からトラウト来ましたって。ちょっとずつ知らせ、亀田さん、この景色は、これが未来金井橋です。これが未来金井橋ってことで、今まさに今通ってます。これが未来金井橋です。この下らしいよ。じゃあそこら辺の海ってことかな。そうだね。すげー景色だな。すごいすごい、あっちまで足全部だよ、ほら、左もぐーっと足全部、ずーっと絶景が見れると。右には海。実際このパワーありますね。いや、もうビンビンっす。ビンビンですか。でも海がすごい見える。今今から、はい、海の方向かいますんで。向かいますか。すごいサンゴ。これがこの砂浜の砂浜になるわけだね。サンゴの砂浜に。この時の水がこう乗ってくるわけだ。はい。入りたい？いやー、入りたいっすけど、あれがないんすか。泳ぐもんねえっすわ、俺といや。そっか、僕もさ、あれは入りたかったな。そうっすね。泳げますね。泳げるまさかの俺
人生初の赤服をここで履くとは思わなかった意外に似合ってこんなタイミングだと思わなかった。でもこれが履かなかったら入れなかったんだ。確かに結構冷てぇな結構冷てぇ。じゃあ入水しますか。あーこれ冷てぇわ。いや全然大丈夫。北海道の時は全然いいわ。大丈夫です。漏らしてない。あ、もう全然慣れた。痛いしな。最高だよ。気が付いたよ。誰もいない海を満喫ですよ。2人で。この辺はもう横になるんですよ。超綺麗この辺。最高ですよ。いやマジで皆さん沖縄の海は最高ですよ。最高。こういうことしたかったんですよ。沖縄来たりは全然ないですよ。はいここでもいけるよ。いやマジでパワーもらった気しますよ。ねえ心が綺麗になったな。なんかいいっすねこういうのやっぱり。今だったら無欲で打てるのすぐフリーズいちゃう今だったらそうですね何でも引ける気しますもん。お時間の方も昼回りましてそろそろ飛ばれてきてますまあまあまあ海に入ってちょっと泳いで体動かしてお腹空いてきたっていうのもあるかもしれないですね。本日続いてのスケジュールでございますが、はい、お願いします。沖縄を代表する食べ物待ててます。まだあるんですか。もう天ぷら食べたんで。はい、あります。天ぷらだけの街じゃございません。そういうことですね。はい、なるほど。というわけでお昼食べ行きます。さあというわけでありがとうございました。楽しかったです。こっちもありがとうございます。出来上がったところも楽しみにしてます。あ、もう本当に楽しみに待ってるんでありがとうございました。ありがとうね。あ、ちょっとおいしいもいっぱい食べて楽しんでください。ありがとうございます。マンコメイトで頭の中のやっぱりね気をつけて。はい、ありがとうございました。ありがとう。ちなみにこのふんどしを本当にくれるんですか。やった。脱ぎたてほやほや、洗濯せず持ってきます。洗濯します。洗濯した方がいいでしょ。ありがとうございます。もしよかったらそれ持って帰ってください。はい、全然持って帰ります。ありがとう。はいっす。じゃあ、あとはシッパー。あ、お願いします。お願いします。来ていただいたんですね。はい、だから昨日ぶりです。あ、すげえ。なんかあれすげえ量だ。こんなにだ。これ人工ですか。失礼します。あ、すいません。普通盛り。すげえ。ちょっと待って。普通盛り、はい、すごいな。これはおちょんちゃん昨日は負けちゃいましたけど、今回もおぉよし、行くぞ。こんな言葉で待ってください。それに出すんじゃねえ。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。シャーッ。一番だけよ。ほら一番だけよ。シャーッ。好きなもんだよ。水ごと買おう。さあ、行きましょう。どうですか。僕でもそのさっきおすすめしてくれたやつ全部知ってます。あ、そのやつチーズ野菜と、はい、僕もそれで。すげえな。これはチーズ野菜。チーズ野菜。信じらんねえのちゃん。はい。
大盛りとかじゃないですか。これはもう普通盛りですね。普通盛りですか。はい、すげえな。でもお弁当の方が多く、お弁当はなんかそうですね、夢が詰まってました。いいそうです。ありがとうございます。まずいわけじゃない。まずいわけじゃない。ちょっと甘いっすか。よっしゃ、いただきましょうか。お先にいただいてください。いただきます。どうやってればいいのかわかんねえな、俺も。レタスがあるね。ほうほうほう、こういうこと。思ったよりケロッといけちゃう感じますね。多分いけます。おかわりの可能性すら手に引くんだよ。あ、いけるこれね。これいけるわ。あ、結構辛いコントロール。うん、多いかと思ったらちょうどいいよ、これ。あ、うまい、うまい。マイユーじゃないっすよ、これ。フリアルティ旅行じゃないっすよ、兄ちゃん。お腹が今いっぱいなんで、それを考えてくれた完璧なプラン、楽しみにしていてください。はい、というわけでしんちゃん、はい、以上です。次なるパワースポット。はい、あ、またパワースポットなんですね。パワースポットみたいなもんですよ。よかったよかった。ですから、もうすぐということなので、おしまいです。なんかでもちょっとこうリゾート感ないですか。なんか俺スパだと思います。わかりました。ああ、やっぱりなんかその体を動かしてパワーをこう もらおうみたいな。スッパーゲッティゲッティスッパースッパー。さあ、というわけでしーちゃん着きましたよ。はい、海地下食堂。ん、スパじゃないじゃん。いや、沖縄スバ、スバ、スバ。スバって何ですか。いや、方言でそばのことスバ。ほら、あ、マジでマジでスバって言うんすね。スバ、沖縄スバ。確かに、なんだよ、間違えてないのか。合ってたよ、嘘ついてないよ、これ。ちなみにこのお正月のやつだよね、中身汁って。はい。これ、ついに食べれますよ。これで沖縄の正月、ここがクリアです。クリアです。沖縄の正月をね、体感したくて来たんですよ。ついに。じゃあ僕は軟骨ソーキそば。寄せるなぁ。すごい、さあ、というわけで料理の方を揃えました。はい、ついに交代目、中身汁。すげえ、なんかすごい、ちょっとすきますよ、何が入ってるか。住宅リフォーム、あ、食いたい。もう、持つだ、持つ。中身って持つって言うんだね、だから。持つ汁だ、豚ですかね。3つの提案で豚持つ、いただきましょう。はい、あー、うまい。あれなんすね、電源がついてるとかついてないうまい。あのね、あっさりな煮込み。じゃあちょっと軟骨の方いただきます。はい、うまい。あ、すいません、ありがとうございます。軟骨うまい。いやー、食ったな。どう、パワーきました。モツでしたからね、超絶な感じで。しかもモツなんてパワーもそれありますね。本当に沖縄の方はみんなこう正月に食べるんですか。そうですね、
お正月だとか、あとはお祝い事、誕生日だとか。あ、誕生日とかもですね。なんでかわかんない。なんでかはちょっとわかんないです。お祝い事、めでたいやつですね。はい、パワーいただきますよ。うん、うまい。フフ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 フはい、パワーいただきました。皆さん、はい、ごちそうさまでしたということで、はい、あっ、こんにちは、どうぞ。ちょっと向かってるっておっしゃってた、はい、そして荒垣くん、ツイッターでね、今日俺らが行ってる場所全部ここ行ってて、全部すれ違いだったっす。で、何橋だっけ、いや、いないかない橋は行ってくれたんだよね。行きました、行って、いなかったっすって海行ってけど、海にいないっつって。これからどっか行くんですか。これはね、この後言うまで予定がないって。どうしよう、どこ連れてくれるの。いや、そんな、でもこの辺は詳しくないです。どこでもいいよ。どっかあるんすか。浜比嘉とか行きます。浜比嘉、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 浜比嘉。いや、もうなんもない。前まで、橋、今橋だったっていうんですか、海中道路。これが前までなかったんで、行けなかった場所なんですよ。あ、行けなかった場所に行けるようになったんで、はいはい、島、島、ちょっとした島です。今日島多いな。大島行ってきたよ。大島、天ぷら食ってきた。そのパワースポットですか。この日は一応、神様が住む島っていうのです。ああ、行きましょう、行きましょう、行きましょう。美味しかったですか。美味しかったです。じゃあ、これ払います。僕はもうさっきもあったんだけど、もうついでですよ。バカ言うんじゃねえよ。美味しかったから、これ払うよ。僕が払います。じゃあ、今回こそ自分が払う。あ、じゃあ、ここは自分が勝負だ。何こらしな。俺が出すか。黙っておきます。僕が出しますね。わ、自分。わかりました。最初はグージャンキーぽい。シャーで引っ掛かるぞ。ふざけんなよ。最初はグージャンキーぽい。最初はグージャンキーぽい。最初はグージャンキーぽい。ちなみに沖縄のジャンケンってあるんですか。え、じゃんけんぽい。なんだっけ、あれ、なんだ、なんすか。じゃんじゃんじゃんけんぽん。いきましょう。じゃんじゃんじゃんけんぽん。じゃんじゃんじゃんけんぽん。しゃーしゃー、負けた。じゃんじゃんじゃんけんぽん。あー、くそーしゃーさあ、俺出すかんな。じゃんじゃんじゃんけんぽん。しゃーこら、伝票持ってこいや。ねえ、もう安いもんすわ。3390円。まあ安い。みんなこれで満足だったら。ごちそうさまです。さあ、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。楽しい旅になりました。また思い出が一つ増えましたんで、これで思い出の料理サードシーズン、もしあったらやれると思います。もし次目標達成したら、みんなの恩返しを。もちろんです。楽しみにしていてください。たらふく食いましょう。ありがとうございました。たまえでーなれ。綺麗、すごいね、これ街も。これもパワースポットみたいなもんだよ。死亡しつつ綺麗だな。パワースポットとして以外に、なんか浜比嘉は他
になんかこう、これを見とけっておすすめのものってあるんですか？星がすっごい綺麗ですね。あー、それ今日これまだこの旅行ってないもんね。俺とちいちゃんでロマンチックな綺麗な星見ましょうよ。いや、いいっすね。でも星はいいっすね。それはそれでパワーもらえんじゃない、はい、うん、はい、神の住む島と言われる浜比嘉で、浜比嘉島で二人で手に取るように多分近くに見えるんでしょうね。降ってくるように星が見えるんじゃないですかね。その星が、はい、楽しみだな。楽しみだな。もうすぐですよ。ヒデさんじゃない人と見たかったさあ、というわけで、2日目の最後かな、これが目的地。何でしたっけ。浜比嘉島に、浜比嘉島に到着いたしました、うん、神の住む島と言われてるらしいです、はい、本当。まあ本当じゃないですかね。偉い人の墓もありますし。どう、パワー感じた？え、今のとこ、ね、暗くてね、何も見えなくて、あと車の途中で教えてもらったらすごい星が綺麗ですって言ったけど、曇りで星一つ見えないっていうそういう日もありますわね。普段は星綺麗だし、綺麗、昼見、いや多分昼来たらすごいよな、浜ですげえいいだろうなっていう場所。じゃあ深呼吸して髪つぶして帰ろう。とりあえず2日目のパワースポット巡りは以上です。なんかすいません。いやいやいや、全然全然いいよ、いいじゃん。やっぱなんか沖縄な感じでこう、ね、なんか、なんかね、こうゆっくり流れる感じの、いいよね。なんかいいね、こうやってこう話してるだけでも楽しいもん。そりゃそうだよ。沖縄なんか好きな子の話とかする？するしちゃう。好きな子の話なんかある？いるんじゃないの？好きな子いる？一応彼女はいます。彼女いいの？うん、今愛してる。今バイト中だと。あ、そうなんだ。でも彼女に向けてバイト中している彼女に最後一言、一言もらって、はい、本日は締めさせてください、はい、バイト頑張ってください、好きですなんすかこれなんすかこれこれどうしましょうか。まあ、まあいい。まだそれあるんですか？まだ1500マイルある。1000マイルで今日宿泊ができますけど、もう贅沢は言わないです。寝れるって言われるんですか？ちょっとマイル買っちゃいましょうか。じゃあサードシーズンまで持ち越ししようかなと思ってたんですけど、使っちゃいます。いいっすよ、使っちゃいます。食べるか。よいしょ。じゃあ、今日はマイルに使ってどっか泊まります疲れちゃったね。疲れましたね。ほら、だからちょっと一回英気を養って、また回復したら明日もう下回りしましょう。最終日、最終日ありますから、はい。というわけで最終日もお楽しみに。今からマイルに使ってホテル探します。じゃあね。ありがとう。ありがとう。沖縄の人ほんと優しいな。この方かもしれないですね。いや、笑ってるから。あー、この方でしょ。間違いない。この初心者枠ですけど、まだわかんないですか？ただ手振ってたけど、陽気な人、たまたま知ってる人、陽気な人かもしれない。こんばんは。お名前は？N ヨシです。あー、この方です。ツイッターの、はい、すごい、すごい美女に期待してたんですけど、ね、美女すか、すいません。美女じゃん。男で、ごめんなさい。美男じゃん。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お会いできて光栄です、本当に。さあ、ここはどこですか？目的地ですか？目的地でございます。ただマイル、もう大体普段の実践と一緒ですね。実は何ですか？すぐ途中で面倒下がっちゃって疲れてくるともうやめたいんで。そんな旅でいいじゃないですか。いいか、ダメだよね、人間だもの。おお、楽して楽しての旅にしましょう。今日一日なんだかんだね、はい、密度濃い一日でしたから、はい、最後、俺らが宿を送ってくれた N ちゃん、はい、ありがとうございました。楽しかったです。いろいろお話できて、ありがとうございます。ごめんね、わざわざこんなところ。いやいや、全然もう会えるだけで、コース越えてね、お酒飲んで、ね、ね、一緒にお酒飲みたいです。ありがとう、はい、ありがとうございます。あ、そうだ、お土産があるんですけど、ちょっとこれよかったら。うわー、泡盛りです。あの夜を楽しんでください。やったぜ、菊の杖です。まだ気持ち違う。 VIP、 高いやつですか？ VIP、 いいやつじゃん。はい、
ありがとう。ビップって高いってこと、いいってやつだ。ちょっといいよ。今日夜じゃちょっとチリちゃんと飲みます、はい、すぐ開けます。はい、責任を持って開けさせてもらいます。あ、ありがとうございました。ちょっと、お、お返し、ちょっと待って。あ、お返し、あ、お願いします。僕は本当ありがとうございました。わざわざ、いえいえ、もう楽しかった、いろいろ話せて、自分も楽しかったです、いろいろ話して、ありがとうね。はい、じゃあまた気をつけて。はい、はい、さあ、というわけで、はい、ホテルの方到着しましたけど、はい、またバイルンで無駄遣いでいいホテル取ってしまいました。いいホテル取りましたよ、はい、取ってしまいました、はい、取ってもらいましたけど、はい、1個いいでしょ、これ、いいホテルでしょ。いいホテルです、はい、ただ言いたいことはございます、僕。何、はい、なんでダブルなんですか。お嫌いですか。え、お嫌いですか。いや、シングル2部屋で良かったじゃないですか。いや、もう一緒に寝たいじゃん。なんでダブルベッド、旅行来たんだ。なんでおっさん2人。広いじゃん、広いじゃん、ダブルだから。ダブルベッドなんすか。なんすかこれ。ちなみに、ちいちゃん、それ何パートですか。僕は6っすね。俺一応9だから、これ。何が行われるんすか、この後、俺ら2人に。なんでダブルなの。ちょっと間違えちゃった。そこ重要っすよ。まあダブルですわ。まあでもすごくいいホテルですよ。いいホテルですね、はい、意外にマイル役だったね。そうですね。あとほら、これでまだね、2000マイルしか使ってないから、あと500マイル余ってるから、はい、明日飯も使えるから最後に。だから男気使わなくても本当にちょっとすげえの食えてるしちゃうよ。なるほど。だからもう多分ね、次のサードシーズンがあったら、そこから多分ね、マイルのルールも厳しくなると思う。ああ、まあ絶対そうでしょ。俺らアホみたいに使うから。はい。泊まりに使うって。はい、さあ、というわけで、明日のために、今日は早めに寝ましょうと。いや、寝れないんだけど、俺。はい、じゃあ、もう電気消すよ、俺。はい。わかりました。はい。はい、じゃあ、明日皆さんおやすみなさい。じゃあ、お疲れ様です。はい。なんでダブルなんだ、マジで。はい、おやすみなさい。おやすみなさいませ。はい。おかしいな。ちいちゃん、はい、楽しかった沖縄男気ツアーもついに最終日を迎えました。いよいよ、はい、早いな、やっぱり。いやー、朝方起きたら雨降ってましたが、はい、結果、また晴れちゃいました。パワー来てますね、僕ら。来てるな、まだパワー持続してるな、これ。はい、昨日の最後の浜比嘉が良かったじゃないか。星の出てない浜比嘉が、浜比嘉のおかげで晴れたって。なるほど、良かった、ありがとう。ガッキー、ありがとう。はい、さあ、というわけで最終日でございますが、何も決まっています。いるんすか。一つだけ、はい、残り500マイル余ってますから。あ、そういえばありましたね、はい、そんな。その500マイルを使ってもう最終的にいいもん食っちゃおうと。うん、ね、まあ今までもいいもん食ってきましたよ、食いましたが、はい、もう最上級の沖縄の一番でいいもん食っちゃいましょうと。うん、なるほど。沖縄でいいものを使うと2つ有名になります。はい、はい、チーズコ豚とシンスコは肉じゃありません。なんすか。ハグー豚と石垣牛っていうのがありますから、はい、はい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 。というわけで、私昨日の夜のうちにですね、石垣牛の名門店のステーキ屋さん、はい、予約してきました。あ、もう予約したんすか。予約してきました。仕事が早いな。で、それがですね、こちらの国際通り沿いにありますんで、はい、本日は、まあ、ちょうどもうすぐ昼ですから、お昼ですね。まずは飯食いましょうと。そっから時間余ったらまた考えようね、やろう、食いましょう、お腹空いてますし。さあ、というわけで本日3日目、1軒目はですね、石垣牛のステーキを食べに行きましょうと。行きましょう。どうせ安いとこなんだろうな。いや、なんだかんだ暑い。サンピーチがうまい。最高。お疲れ様です。お疲れ様です。ツイッターで連絡してた。あ、あのピースがお世話になった。そうです。あ、どうもです。そうです。ここで働いてるんですか。そうです、こっちで働いてます。偶然にも程があるよ。お疲れ様です。どういうことですか。いや、前にピースちゃんが北海道にちょっと幻の1ヶ月いたでしょ。沖縄すごい、沖縄にさ、沖縄にね、あの時にすごいお世話になったと。で、ピースちゃんちにあったグッズとかも。そうです、電子レンジ。ああ、電子レンジいただきました。まさかの。そうです、偶然ので、あのジッポを。そうだ、お礼で。その時のお礼で
僕のヒーエベロス T シャツのデザインで、はい、ジッポ作ってくれたって言ってたんだね、はい、お兄さんをやってるんですか。はい、作ったんで。すげえ。持ってきます。さっきツイッターしましたもんね。さっきどの店とか聞いてないですもんね。聞いてないです。たまたま、たまたまびっくりした。このお店ちょっと映っちゃっても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。すげえかっこいいじゃないですか。ほらちょっと、まさに T シャツの柄だ。すげえ。またスペルミスチューしてるんですけど、ちょっとヒュンジンが J と G が間違ってた。これはどんぐらいの方がいいんすよ。一応4つ作ったんですよ、はい、これがピスタンですね。ピスタチオ田中とかだろ。あ、ほんとだ。ピスタチオ田中とこれがコシさん。コシアンもあるんだ。すげえ。はい、コシアン。ほいほい。そしてこれがヒゲさん。はい、これヒゲンジン。こっちはスペル合ってます。ヒゲンジン。はい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 。最後が、最後がはい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 、チリさんだ。あ、あったの。今のはナインカイじゃん。ナイフリーでしょ。ナインカイっていうやつじゃん。あったよ。すごく嬉しい。あった、超びっくり、超びっくりした。最後僕のですって言うかと思ったら、いや、すげえ嬉しい。チリリトだった。ナインカイで行きたかったな。ピッシャー、コシさん、お土産ゲットです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、残り少ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください、お仕事。ありがとうございました。また遊びに来ます。はい。はい。ジリちゃん、自分はちなみにこの2日間で何が一番美味しかった？一番美味しかったの、タコライスですかね。金タコ。金タコうまかったね。金タコうまかったですね。量ちょっと多すぎますけど。ね、まあまあ。まあ、そばも美味しかったですね。グル君のから意外好きだったんだよ。いや、美味しかった。まあまあ、ああいうやっぱ素朴なのがいいっすよ。さあ、というわけでチリちゃん、はい、さあ、もうすぐそこです。どこっすか。はい、はい、鉄板焼きステーキレストランヘイキ。いやいや、これちょっとまずいっすって。もう外観がまずいやつっすよ。値段見ない方がいいよ。本当に行くんすか。はい、だってさ、マイルの上限なかったじゃん、使っている。一食って言われただけだから、俺は後からこれでただこれでも俺戦うよ。戦ってくれるんですね。これで落ちないようだったらもう法廷で会いましょう、次はもう。さあ、大変行きましょう。本当に大丈夫なのかな。ちりちゃん、こういう目の前で鉄板焼きお好きですか。すいません、わかんないです。食べたことがない。そうだ、多分好きです。多分好きですね。嫌いな人いないやつ。最初で最後でしょ。人生の最初で最後の経験だったんですよ。本日のお肉登場ということで、こちらが、こちらがヘアサーロインステーキ。こちらがモモステーキ。で、ヒレステーキでございます。ヘアサーロインですね。ヘアサーロイン、マジすごいですね。もうレアだから。これは塩コショウしていただきますかね。まずはそのまま塩コショウいただきましょう。彼らこのエビとかやって分かるかな。持ってる肉汁が食ってるとほら枯れそうになる。綺麗な範囲だよ。はい、私の方で。なんすか、叩かないで食べてる。私の方のサーロインも人生選んでるって一番うまいかもしれない。マジっすか。うん、それじゃ僕もサーロインだ。結果叩くんじゃない。ありがとうございます。素直にありがとう。結果叩くんじゃない。おいしゅうございます。ついたのどうですか。石川さんによると、何牛です。トブ牛です。泣きそうです。泣きそう。昨日そう言ってもらうための旅ですから、はい、さあ、最終日残り時間も限られておりますが、きっちり皆様により良い映画をお届けできるように頑張りましょう、はい、さあ、というわけで食べ終わりましたが、この後飛行機の時間までまだだいぶお時間がございますけど、どうしましょうか。はい、
なんかずっとさっきカチャカチャやってました。いや、なんか連絡くれている方がツイッターとかで、なんかもう痛いとパワーがある超過してくれた。まあ、ちょっと時間次第なんですよ。もう10分もパー手に入れましたよ。なんかでも、どうやらすごい、すごい話によると、まあ、すごいらしい。沖縄の中でも有数の、もう本当にパワーといえば言いましょうか。ちょっと一回連絡取ってみて、まあ、強欲に集めましょうか。はい、この際パワーなんかあるに越したことないですから、はい、ね、来たんですから、はい、お互いせーのの朝一1回転で水引けるぐらいのパワー取ってみましょう。それでぜひ出しましょう。さあ、というわけで、まだまだ強欲な私たち2人はもう一パワースポット向かいたいと思います。さあ、どこでしょう。楽しみです。楽しみです。またもしかしたら最後に女性かもしれないですよ。あれ、タクシー、タクシー、タクシーは、タクシーの方かな。あの人なのかな。なんか、なんかあれ、なんか止まってるよ。あれ、タクシー拾ってるみたいな感じになっちゃったんじゃないのかな。もしかしたら、もしかしたら、ツイッターの方がさっき聞いてるか。どうなんだろう、なんだろう。あ、こっちじゃないか、こっちじゃないの。違うじゃないか、タクシー。いや、タクシーもブーって鳴ってから、今違う、今、やり取りしてた。はい、そうです、そうです。お待ちしました。ありがとうございます。これからパワースポットに連れて行く。どうぞ、連れて行く、連れしますね、ご案内します。マジっすか。どうぞ。すいません、私はボケていただければ。ありがとうございます。これ溜まってたら、もうタクシー待ってる人って思われてるってことですか。そうですね。そういうことっすよね、はい。ここから結構距離はあるんですか。かなりありますね。まあでも1時間はかかんないと思うんで、3時半の便に乗れれば。便、あのフェリーに乗れれば。フェリーに乗るんですか。え、これ左マンコですか。これがマンコですね。ここがこんなでかいんだ、マンコ。そうです。これが、あ、これが吹くの。これが吹くです。これが吹くんですよ。これが潮吹きします。ってこれ、これマンコの小鳥にクジラがいて潮吹くらしいですよ。誰が作ったの。マンコの小鳥のクジラが潮吹くんですよ。もう確信なんですよね、ここまで来ちゃうと。あのクジラがなんかやたら可愛く作ってるとか逆にいやらしい。あー、やらしい。あれメスですか。メスなんだ。メスクジラがマンコのほとりで潮吹くんすか。結構吹くんすか。結構頻度というか。ああ、10分に1回。あ、すげえ吹く。すげえ吹く。確か10分に1回ぐらいは。すっげえな、それ、はい、あざます。もうすぐ港っすね。だってほら見て、ナビ、ほらあそこ、ほら海しかねえもん、先だ。さすが沖縄。じゃあ、端っこ来ましたわ、沖縄の。来ましたね。すげえな、海だ。さあ、というわけで、港に着きましたと。フェリー乗り場へ。こちらのフェリーに乗って向かうわ。行きましょう。行きましょう。Shit.
前ら。さあ、土曜日で新生なしま、久高島の方で上陸です。プッシャー到着です。ビンビン来てます。プッシャー白高。あ、いいなこの道。真ん中歩いたこれさ、晴れててさ、光がパーッと差したら超綺麗だろうね。綺麗。じゃあ歩いてみましょうか。どうぞ。送ってやろうぜ。天聖林、これが栗ちゃん。確かにすげえパワー感じるわ。静かだし、いい。もう海っぽいよ。押さないでくださいね。というわけで、ともえでノリノリ慰安旅行、はい、沖縄男気ツアーの旅いかがだったでしょうかと。ありがとうございます、ね、でサードシーズンはもちろんのこと、サードシーズン終わった後にこの街に次来てみてはっていう声も欲しいよね。ああ、なるほど、はい、ぜひうちの街来てください、はい、うちの県来てください、はい、なのでもしですね、何かコメントかけるとか、もしくは、なかったら私ヒゲンジンとチリビトのツイッターの方にですね、はい、この街のこういうとこ遊び来たら面白いんじゃないのっていうのをぜひいただけたら、はい、ちょっとツイッターのアカウントしとく。夏ぐらい、そうだな、だから7月ぐらいに次はなると思いますので、その時期はうちの町来いやー。あー、いろいろありそうですね、楽しみ。はい、海外はね、多分あのちょっと大人の中学発動してるじゃん、ね、あとほら、こうやってみんなで触れ合うことがやっぱ欲しいからね、はい、そのができなくなっちゃいそうなんで、できれば国内の方でおすすめポイントを教えていただけたらなと思いますと。はい、はい、お願いします。あー、というわけで、番外編完了はこれにて終了となりますが、はい、じいちゃん最後に、はい、締めてやってください。はい、ヒゲンジンと、私チリビとサードシーズンはまあもちろん今回パワーもらったんでやっておりますぜ。